Kar Shwahadam. Warpati Shaugas Puris Waida. Shancha Isilas Pacha to Kratis Daiwa Praskwa Haucha. Praskwa Tasha Nubatri Yauda Chamcha. はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきましょう。今のあらすじは、パートで言うと前々回あたりの話か。イジラの、そのサンウォーカーが恐れてる、なんだっけ、クラティだ。クラティの仮面ってのをゲットしたってところで、まあ、イジラのサンウォーカーとも戦って倒しましょうというわけだけど、まだ、ウルも倒していないわけだ。で、前回、最強のサーベルタイガー、ブラッドファングサーベルタイガーをゲットして、で、カリビト・ジェイマのクエストは今これで全部 OK。で、残るところ、現時点ではカルーシュ。カルーシュクエストやっていこう。カルーシュ。ん？あれ？カルーシュこんなんだったっけ？カルーシュ。はい、た。カルシモグワイだ。モグを探しに行った。はい、は目には目を。モグってなんだ？場所は。あ、待って、いつの間にか。グレートスカーベア狩り。増えてる、動物狩り。あ、ジェイマからいちいち受けなくてももう増えてる。スノブラッドウルフ、増えてる。じゃあ、後やっていこうかな。こっちはなんだこれ。ブラッドタスクマンモス。いろんな動物いるな。全員戦ってみたい。で、カル戦士カルーシュ。カルーシュに追いつき、天敵ウダムとの戦いに加われ。一人で無茶な。そんなとこ行ってる。ここにファーストトラベル。さあ、やってきて。ああ、ごたごたが起きてるぞ。もう防寒服が最高のアップグレードに達してるんで、火をつけなくても、寒くない。寒くない。このまま南とか行ったらすげえ暑そうだな。戦ってる。槍。ちょっと今、資材をたくさん使いすぎて、リワードスタッシュもちょっと増、やられちゃった。オーラ。オーラ。ナイフ仲間やられちゃった。ん、なんだ動物。さて、じゃあこのね、名前が長くて覚えにくいけど、この最強のサーベルタイガー乗ってこう。場所がここ。ん、敵だ。強い。昼食タイム。うわぁ、あれクマじゃない。奥にエルクもいる。マンモスが来て。マンモスな。マンモス、こういう動物乗って行動してたら敵対化してくるからな。危ない。いや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 、随分すごいところ行ってんな、カルーシュ。この上あんなかっか、あんな、そんな厚着じゃなかったよな、カルーシュ。あ、近いよ。もうすでに戦ってるのか。そういうわけじゃない。いでつく刃の洞窟。目には目を。あ、待て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 。待機して。モグの洞窟でカルーシュの元に行け。誰かいるんだよな。ちょっと袋を使おう。おー、いるいるいる。フクロウのスキルアップによって、フクロウでも固めの重装備の敵も倒せるようになったから、
どうしようかな。わりかし広いっていうか、多分この状態だとカルーシュは捕らえられてるって感じなのか。どうしようかな。ここグラップルしてどこに行けるんだ。あ、そっちに行けるんだ。うん、どう、大丈夫かこれ。お、おお、おお、見つかる見つかる。あぶ、うんー、どこだこれ。あ、だけどなんかそこにある。デジャハンドだ。スキルゲット。とりあえず端っこの方に来れたが、ちょっとサーベル隊が閉まっとこう。ここはフクロウと連携していくかな。まずは敵を混乱させるものを散布すべし。まずはこの2人に中間あたりで当たるか。当たんないな。片っぽにヒット。あ、発狂してる。で、8爆弾くらい。で、この笛のやつにも最優先で。はい。あ、移動が早いけどヒット。あとはおまけ。落ちてった。さあ、バレてないね、こっちは。で、フクロウのクールダウンが早くなってる。うん、来ておった。チキショー。ふい、まずいまずい、あいつまずい。ほら、敵を呼ばれちゃまずい。大丈夫だったか。ウィンジャーです、私が。そい、さあ全員か。とりあえず全員か。タイガーおいで。どう、氷神になってるこれ。あっちに行けばいいんだね。気をつけてジャンプ。こんな変わったか。そう、うん、あ、捕らえられてる。やっぱり誰もいない。選手よ。あ、捕らえられてない。死んでる。またマルシャン。モグ、スピマ、ワシタ、ショアダ。ウグワンブラシタ。まずいよ、カルーシュが四季みたいなのを悟ってるよ。緑の葉を渡せ。洞窟を離れろ。その前に接近してくる敵を倒せないと。テイクダウン、シャドウテイクダウン。下がる。こっち上からも来るな。ビーストキル。ほら、よし。で、あ、また来てる。カルーシュ。ん、あ、カルーシュがもう勝手に動いてんだ。よし、ほら、よし、槍の力を。ほら、
ここだい、よいしょ、回収させて。カルシにはタイガーがついてる。ほら、いや強い、ブラッドファンク。あっちから来てる。テイカー失敗。ほらほらほら、回復しよう。さあカルシ、こっち。ちょっと視界が悪いな。シャジャマクシャンチヌダータカカルシコワイファダハタマスブラシダルシャラシああ。マグマルは、愛車をミスしのさす。マチラ、ワイチャスジナフマス。ラシタ。潜ってウダムのやつを倒したのか。目には目を完了。お、スキルゲット、3ポイントスキル。よし、ビーストマスタースキルを全開にしちゃおう。多分手なずけないけど、ケープベアとアナグマを手なずけられる。で、村クエスト何か発生してる？してない。よし、動物狩りに出かけよう。北にいるから、ブラッドタスクマンモス。これ狩りに行きたいな。これ狩りに行こう。せっかく今北にいるから。よし、ねぎらって、乗ってこう。ビーストマスターハントミッションが近くにある。マンモスだったよね。そのマンモスなんだけど、この獣リストを見る限り乗ってない、乗ってないね、乗ってないんだけど、なんかこれ縦4の横5なんだから、左になんかまだ3体増えそうな空きがあるんだよな。どうなんだろう。でもマンモスはリストから呼んだりするような動物じゃなさそうだけど、これ敵がいるわけじゃないのか。ちょっと荷物整理しよう。ちょっとここに来て木材不足だ。木材どっかで集めないと。はい、こんにちは。バルコアママフコアマダルシナイミナ。マンモス。おお、おお。マンモスを止めなければ。ウィンジャーが宙に舞っている。ブラッドタスクマンモス狩り。ちょっと槍が少ないのが心配。ちょっと集めていくか。集めてちょっと向こうの方行こう。ここ降りれる。ここ降りれるっと。シダを集めないと。はいはい、木材。 OK、 ここか。マンモス、狼の足跡が、狼じゃない、マンモスの足跡がでっかい足跡。エリアを調べろ。おお、なんだこりゃ。ナハクラママフゴワルドダハママフワイチャガチャバール。他の下よく開けてきた。
あそこ、あの湧き出てんのはあれ、酸性の強いやつか。ここにもかがり火はあるんだ。お、降りて、なんかが泣き叫んでる。エリアを調べろ。たくさんの狼が来てる。回復させとくか。どうし、足跡があった。トラップとかでマンモスがどうにかなんのかな。キャンプファイヤー発見。死んでる。このウィンジャーは潰されている。これは入っちゃいけないやつと。足跡が至る所に伸びていってるらしいけど、こっちには手がかりはあるか。トラップ仕掛けられるところがある。いた、あれだ。あ、これにも木材使うんだった。やるっけないか。この辺にトラップ仕掛けよう。早々に見つかった。あー待って、木材が足りない。これよし、狩るぞ。今までと比べ物にならないマンモスだ。トラップ設置。ほら、うおお、リーチが長い。おお、ほら、あー全然減らない。危ない。こっちに来い、引っかかれ。よし、え、全然引っかかんない。嘘、カヤだカヤ。待って待って待って、追っかける。燃えてる燃えてる。早いよ足が。温泉湧き出てる、ここすげえ早い。待って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 、うわーすごいな、ここ超最北端だ。仲間の忍者もついてこない。あー、エルクが死んでる。ここか、ほら、ミレイユミ。よいしょ、こんなんじゃ全然燃えない。ほらほら、もっとぶっ刺す。トラップがあんまりマンモスには役に立たない。次の狩り場まで終え、あと少しなんだけどな。追うぞ。ちょっと回復して整えよう。乗せて乗せて。待って待って、乗せて。結構離れちゃったか。なんかあっちにアイコンが、なんだ、ゴタゴタじゃないよね、まさか。ゴタゴタなんかい。ほら、こんなところでゴタゴタ。ブラッドマモス逃げちゃった。ほら、この最北端の地になんでウィンジャーがいるの。ここまで、はい、追っかけるぞマンモス。ママフ墓地。さあ
近いと思うぞ、ここ。足跡がある。これなんだ、これ調べる。牙を研いだ。また体力復活しちゃったりしてんのかな。足跡があるけど、声がする。ん、こっちか。ほら、一体にいる。あっちか。いたよーし、待て。こんな時にウダムと戦ってる暇はない。ほら、よし、あと少し。うわー、待って、あと少し。おお待って、死ぬ、これは死ぬ。ほい、どうした、倒した。待って、ウダム片付けよう。君たちはね、今忙しいの、今忙しいの。はい、こっちに入る。はい、おお、ベア。ベアがいるけど近寄ってくる。あ、逃げる。ん、あれあれ、起き上がった。苦しみから解放しろ。とどめ刺してなかったんだ。ブラッドタスクマンモス狩り完了。でっけえ。あ、皮剥げるんだ。肉。いや、かなり北に来たよ。あ、こっちにも拠点あるんだ。洞窟とかも結構あるけど。村のクエストは何も発生してない。よし、じゃあイジラとウダム狩りの前に動物狩りやってこう。まだあとスノーブラッドウルフとグレートスカーベア。グレートスカーベアとウルフは仲間にできるやつだ。だから従えることができるんだ。まあ、だけどこっちに拠点とかがり火あるから、これを次回は確保してからにしよう。なんだ、いる。というわけで今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。